作戦失敗だ。分かってたよ。秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか？どうして？ が分からないの。狙う。いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。敵はまだだ。了解だ。回収するまで、エレンを巨人から守るぞ。彼は貴重な存在だ。置いてはいけない。作戦を変えて、彼を守るんだ。 こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせず、どうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知るわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打って、けなげに尽くすしかない。 ごめんなさい。ケチらして邪魔しないで狙う。お願いします。
しのいだな。しかし、そろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど、足止めには使えるはずだ。俺はもっと前線に出て、巨人を食い止める。いや、あのガキは頼んだぞ。ピクシス司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。もう一押し。ミカサ、いいところに。仲間とはぐれた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。狙う。助かった。作戦は失敗だったんだろう。ならさっさと撤退しようぜ。待って、一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。エレンも分かったよ。感謝する。感謝する。救援要請。救援要請か。待ってろ。カッサバイテル。マルコ、失敗の縁談が出たのに、まだ巨人の誘導任務を続けてんのか。生きられるのは勝者だけ。狙う。撤退命令が出たわけじゃないだろう。僕は任務を続けるよ。僕なら大丈夫。ミカサたちも気をつけて。蹴散らしてやる。巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。戦わなければ勝てない。生きられるのは勝者だけ。蹴散らしてやる。コニー、無事でよかったぞ。怪我はない。なら一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。感謝。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。感謝する。味方が苦戦している。行かないと。恐ろしさ、思い知れ。生きられるのは勝者だけ。蹴散らして。すまない。これから巨人高速用の罠を起動する。この罠が命中すれば巨人の動きを止められる。その間にうなじを狙ってくれ。蹴散らしてやる。
何？ついてきてほしい。私も行くよ、ミカサ。ミカサ？なんであんたがここに？今、一人でも多く戦力を増やしたい。一緒に来てほしい。感謝する。いいよ、乗った。蹴散らして。使わなければ勝てない。カッサバイテル。蹴散らして。生きられるのは勝者だけ。エレンは私が話しかけたら反応がなかった。もう誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。ごめんなさい。Yeah.
僕がエレンをここから出す。後頭部からうなじにかけて縦1メートル横10センチ大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミエレン、聞こえるか、ここから出てくるんだ。お母さんの敵はどうした。それに僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの。どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。Thank you.
なければ勝てない。あ、また巨人が入ってきたぞ。制覇は他の巨人の手一杯だ。僕らでやるしかない。頼む、下がるって分かった。巨人に勝ったよ。超大型巨人によってトロストクの壁が破壊される数時間前、精鋭からなる調査兵団は壁外調査に出発しようとしていた。来たぞ、調査兵団の主力部隊だ。エルヴィン団長、巨人の門を蹴散してください。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人でイッコレ団並みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの羨望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことにある。